ベント・ロバート・ホルムストロームとは、フィンランド人の経済学者であり、現在は、マサチューセッツ工科大学で、ポール・サミューエルソン記念教授を務めている。オリバー・ハートと共に、ホルムストロームは2016年のノーベル、経済学賞を受賞した。ホルムストロームは、フィンランドのヘルシンキで生まれ、フィンランドでスウェーデン語を話すマイノリティであった。彼は、 ヘルシンキ大学から数学と科学の学士号を1975年にはスタンフォード大学からオペレーションズリサーチの修士号をそしてスタンフォード大学経営大学院から博士号を受け取っている彼は1994年よりマサチューセッツ工科大学の教員であるそれ以前にはノースウェスタン大学のケロック経営大学院の准教授 イエール大学の経営大学院のエドウィン・ジェイ、バイネック記念教授であった。ホルムストロームは2010年にヘルシンキ大学同窓会委員会が選ぶ、その年の同窓生に選ばれている。ホルムストロームは特にプリンシパルイコールエージェント理論についての業績でよく知られている。より一般的に言えば、彼は特に企業の理論、コーポレートガバナンスや金融危機における流動性問題、 にに適用されるような契約とインセンセティブの理論についててを行ってきたホルムストロームはアメリカ芸術科学アカデミーエコノメトリックソサイティアメリカファイナンス学会のフェローでありスウェーデン王立科学アカデミーとフィンランド科学文学アカデミーの外国人メンバーである2011年彼はエコノメトリックソサイティの会長となった彼は スウェーデンのストックホルム商科大学、フィンランドのバーサ大学と、ハンケ県ン経済大学の名誉博士号を持っている。より最近には、2012年にバンクでフランス、C、シニアプライズインマネタリーエコノミックスファイナンス、2013年には、スティーブン・エイロスプライズインファイナンシャルエコノミックス、そしてシカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジ、メスリープライズ・フォー・イノベーティブ・クオンティティ,ティブ、 アプリケーションズを授与されている。ホルムストロームは1999年から2012年までノキアの取締役会のメンバーであった。彼はアールト大学の理事会のメンバーである。ホルムストロームはまた2006年に取引費用の経済学、契約、インセンティブとコーポレートガバナンスなどに関する貢献に対してオリバー・ウィリアムソン、オリバー・ハートと共に トムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞している。ありがとうございます。